はい、ロッキー船山と水橋飛鳥でお送りしておりますロッキーのミュージックサラダ。さてここからは毎週素敵なゲストをお迎えして健康や音楽について、また時にはホットな話題についてお話を伺うロッキーズゲストルームのコーナーです。本日のお客様はニューヨーク在住ジャズボーカリストの桐生菜穂子さんにおいでいただきました。桐生菜穂子さんご紹介します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。最初に桐生菜穂子さんのプロフィールを紹介させていただきます。クイーンズ大学大学院で、ジャズボーカルを専攻され、96年からニューヨークに住まわれて、現在ニューヨークを中心に音楽教育やライブ活動をする傍ら、来日時には、コンサートやワークショップなどの活動をなさっていらっしゃいます。はい、そうですね。菜穂子さんはもうジャズボーカリストの中ではニューヨークの姉と呼ばれて、ありがとうございます。皆さん、菜穂子さんにお世話にならない人はいないというぐらいで、ご主人も有名なデューク・エリントン楽団のね、トランペット奏者のジェームス・ゾラさん。はい、そうです。もうゾラさんもとてもね気さくで素敵な方で ね、 そうですね。私も大変お世話になりました。はい、菜穂子さんは今ご紹介がありましたように、本当にジャズボーカリストとして ご活躍なんですが、菜穂子さん現在東京とニューヨークを往復されて主にどんな活動をされてますか？そうですね、今回は、はい、帰ってきて、ライブをちょこっとやったりとかですね、はい、ですが、結構行ったり来たりをしてまして、はい、今度、もう明日、ここを立ちますけれども、1月の、9日ぐらいに、はい、また東京に戻ってきまして、はい、で今度はもう素晴らしいピアニストであり、はい、もうジャズを継承してこうなんてみんなに教えている、はい、バリー・ハリスさんの、はい、ワークショップと、はい、あとコンサートのアシスタントと通訳で、また戻ってきます。なるほど、はい、もうバリー・ハリスさんといえばね、ビーバップの伝道師という、そうですね、82歳。そうなんです。この、12月15日がお誕生日で、はい、素晴らしい方ですよね。82歳になったんですね。はい、私もニューヨークに行った時にですね、バリー・ハリスさんのワークショップ参加させていただきまして、うん、ね、とても優しい感じでね、はい、日本でジャズボーカルやる方は必ずもうバリー・ハリスさんの名前は知らない方はいないというぐらいですよね。でもここ10年ぐらい毎年来られてるんですか？そうですね、尚美学園がですね、はい、バリーさんを呼んでまして、なるほど、はい、ワークショップとあとコンサートをやってます。なるほど。菜穂子さんご自身も尚美学園をね、そうなんですね、卒業されておられて、そうです。で、ジャズ科がねありますよね。そうですね、そういった意味でも、そうなんです、はい、私がね、はい、行ってた頃はまだ尚美学園短期大学で、ジャズ科というのはなかったんですけれども、でももう最近はジャズ科ができてですね、そこの生徒さんたちがニューヨークに、うん、研修旅行で来るときにはいつも私がいろんなところにお連れしたりとかしてますね。はい、私がお世話になっているフルーティストだとかボーカリストの方も、そうですね、尚美学園さんの卒業生たくさんいらっしゃいますね。そうですか。せっかくですから、バリー・ハリスさんの、来月ですか、そうですね、1月のワークショップやコンサートの、はい、アナウンスをちょっとしていただけますか？そうですね、1月の11日に、コンサートが、ルーテル市ヶ谷という、はい、ところでありまして、その後1月12日13日はワークショップ、同じくルーテル市ヶ谷で、はい、これはですね、チケットペアでバリー・ハリスと検索すると、はい、チケットを買うことができます。はい、それと、1月の14日土曜日は、仙台のジャズミーブルースというところでやはりワークショップとコンサート、はい、15日にはですね、はい、夜成田空港の、はい、ステージを組みまして、成田空港の中で、バリー・ハリスのライブをやる予定です。そういうのはちょっと珍しいですね。そうですね、初めてだと思います。ワークショップでもピアノ、ボーカル、はい、アンサンブルって分かれてるんですよね。はい、そうですね、それはもうピアノはね、もちろん先生ピアニストなんで、ピアノのことをたくさんもう教えたいことがあると思うんですけれども、それだけではなくて、シンガーには歌の歌詞のこととかそういうのもすごく教えてますし、はい、その後の、インプロビゼーションの、アンサンブルのクラスはどんな楽器の人でも、そしてシンガーでも、どうやってインプロビゼーションするかというのを教えてくれる、とても本当に
なんていうかためになる、クラスです。なるほど、はい。まあ、ルーテル市ヶ谷の方は直接行っても聞けそうなんですね。そうですね、直接来ていただいても、はい、入れると思います。わかりました。まあ、リスナーの皆さんにもジャズに関心をお持ちの方もたくさんいらっしゃると思いますのでね、はい、ぜひバリー・ハリス先生もう82歳で、そうですね、心ですが B-POP の、まあ、最後の伝道師ですよね。もうそうですね、もう世界中からね、はいはい、引っ張りだこで、そうですよね、もういつもはい、イタリアだとかオランダだとか、ね、カナダとか、いろんなところから、はいはい、もういつも引っ張りだこで行ってます。わかりました、はい、ね、なかなか、ね、こういう機会もないですから ね、チャンスですから、はい。まあ、本日は、キリュウナブコさんにおいでいただきまして、ニューヨーク、それから東京のまずジャズ事情、そういったことをお伺いしましたが、まあ、バリー・ハリスさんのね、ぜひ、ワークショップ成功させてください。そうですね、はい、はい、楽しみにしております。ありがとうございます、はい、というわけで、ロッキーズゲストルーム、本日のお客様はジャズボーカリストのキリュウナブコさんにおいでいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました, ました、それでは、キリュウナブコさんの曲を聴きながらお別れしたいと思いますので、ナブコさん曲の紹介お願いいたします。はい、この曲はですね、私の主人のジェームス・ゾーラーが、出しました CD の、ゾーラーシステムの中に入ってます曲で、ご縁という、あなたに会えてよかったねという気持ちで、書きました。ご縁という曲です。
サウンドエコロジートゥーン。さて、ロッキー船山と水橋飛鳥でお送りしてきましたロッキーのミュージックサラダ、飛鳥さん、今週はニューヨークからもお客さん来ていただいてね。そうですね、とてもいろいろ楽しいお話を伺いましたが、はい、何か告知がまだありますよね。そうですね、はい、今日ゲストで来てくださった桐生鍋子さんの、ジャズボーカルワークショップが1月の21日、来年ですね、1月21日に開催されます。詳しいことは公式ホームページの方を見ていただきたいと思います。公式ホームページはシュガーヒルエージェンシー .com、 もう一度言いますね、シュガーヒルエージェンシー .com、 見ていただければと思います。はい、というわけで、はい、ロッキー船山と、水橋飛鳥でお送りしてきましたロッキーのミュージックサラダ。ではまた来週土曜日に。ごきげんよう。